天皇陵の絵なんです。はい、どうぞ。天皇陵に行ってみましょうかね。はい。こちらの方はもみじ色ついてますよ。5回目でございます。今年。取れとるからな、取れと。来ても取れてないんでね。何だったんだろうな、あれな。何度も取り出しに来ましたけどね。はい、こんなんです。これね、柄がいっぱいあったみたいなんですよね。ね、天皇の、これ宮が置かれたみたいですけどね、ここ。ここ村上天皇やったかな。ちょっと上に上がってみたのかな。上がっていきますね。上の方にね、天皇陵がありますね。参拝してみましょうか、せっかくやから。どこの音が？なんか音してるけどね。先ほど延命寺行ったんですかね、延命寺の真っ赤になりますよっていうのはあれはね、あのガイドさんの話はね、詳細を言ってないからいかんねんな。一本ずつものすごい赤くなるんやけどね、それ言っていただかないとね、むしろ分からへんからね。あれ、これどこ行くんやろ。え、お枠にあるかな。もう操縦してあるんやわ、あれでね。これはどういうことちゃうの。ただ石を組んでるだけやけど、ここね、隙間がいっぱいいてんだけど、ここはね、正成さんの首つかれてね、埋めてありましたけど、どうやろうね。ここです、首つかれちゃう。やりきるなら、そこにやってやります、掃除を。ああ、面倒くさがるね、こうして。そんな面倒くさかったらやめたよね、掃除なんか。なあ、そう思う。あのね、面倒くさいところでやるからしんどいんやるな。ほんまに面倒くさそうな顔しちゃいましたよ。はい、ここ上がりますよ。ね、ありがとうございます。失礼します。宮内庁のね、感じでございます。ほうほうほうね、はいはい、見えますかね。ゴーブラカみてるのね、天皇陵でございます。ずーっと石段上がっていきますとね、最後に急激な石段がありますわ。あれを登り切ると
そこにね、天の量がありますんでね、ちょっと頑張ってみましょう。5回目でございますけどね。お、めったまんねえけどね、人とはね、上がってますね。ありましたね、今回久しぶりにね。あらら、きれいにね、掃除されてますよ。これなんだ、ゴミかこれ。ゴミを掘ったらあかんね。ここですよ、ここ。これがね、階段が2本で1台がものすごく足にきますよ、膝にね。一歩ずつの方が簡単なんだけどね。下手したら3歩、2歩で3歩がある。ね、大体2歩でできるんだけどね。ここ一歩ずつ上がれるよ、ここで。五村上天皇中と、五代醐天皇の後かよ。五代醐天皇は、どこで吉野家だったかな。この長さがね、二歩、非常に大変なの、二度はね、二歩は。一歩やだから楽なんだけどね。膝に行きます、膝に。もうちょいですけどね。最初の3回は取れてなくて、あ、7やったんやろね。今日取れとるね。いや、だって廊下になってたもんね、前も。ね、このほら、山のね、どう言いますかね。山の背ですかね。右の山と左の山の間かな。ここにできてますね。これはね、この石垣は、近年にね、整備されたんだよね。ここね。コンクリを使ってないけど、どうなんだろう。これコンクリか。コンクリやな、これは。あ、石や。石でございました。最後に強烈に階段がね、30段ぐらいが端に応えますね、これ。下りはね、楽なんだけど。残りましたね、いろんな
天の霊はね、30メーターほどですかね。はい、失礼します。これね、時間がちょっとね、わからないね。わかるか、わからへんな。わからないんですか。何も書いてないね、ここ。こんな感じだね。あ、この石柱にね、何年何かって書いてあるんだけどね、見られへんね。見れませんわ。まあ、あれは、コンクリみたいだから、まだ近年になってからですね、これ。闇に上がってきてやりますわ。この大変なところ。大変な、降りましょうか。待ってみようか。はい、どうぞ。ちょっと階段きついですもんね、ここ最後がね。最後はちょっときついんですよ。じゃあ最後もう一頑張りしますね。最後はきついんですよ、それが。